世界経済フォーラム、世界経済フォーラム、世界経済フォーラムは、経済、政治、学級、その他の社会におけるリーダーたちが連携することにより、世界、地域、産業の課題を形成し、世界情勢の改善に取り組む、独立した国際機関。ジュネーブに本部を置き、スイスの非営利財団の形態を有している。1971年に、 スイスの経済学者、クラウス・シュワブにより設立された。スイスのダボスで開催される年次総会が特によく知られており、約2500名の選ばれた知識人やジャーナリスト、多国籍企業経営者や国際的な政治指導者などのトップリーダーが一堂に会し、健康や環境等を含めた世界が直面する重大な問題について議論する場となっている。また、 同期間は、東、アジアやラテンアメリカなど6の8の地域会議を開催し、中国及びアラブ首長国連邦においても別途の年次総会を開催している。さらに、会議だけではなく、同期間は様々な研究報告書を発表したり、メンバーたちが、各業界に関連したイニシアティに関わるなどの活動を行っている。2011年のダボスにおける、 年次総会は1月26日から30日に開催された。2012年総会は1月25日から29日にザグレートトランスフォーメーションシェイピング・ヌー・モデルズというテーマで開催された。2013年総会は1月23日から27日に創設者クラウス・シュワブによる地球規模の協力の必要性が今ほど重要な時代はないとの声明を受け。 リシリアントダイナミズムというテーマで模様された。2014年年次総会は1月22から25日にザリーシェイピングオブザワールドコンセキンセス・フォー・ソサイティポリティクスビジネスというテーマで模様され。2015年年次総会はザニューグローバルコンテキストというテーマで模様された。世界経済フォーラムはスイスのジュネーブ州コロニーに本部が置かれている。 2006年に中国の北京、アメリカ合衆国のニューヨークに、2009年には日本の東京にオフィスを開設した。同フォーラムは公平かつ、非営利で、いかなる政治的利益、党利党略や国益とは無縁の組織である。国際連合の経済社会理事会のオブザーバーの、地位を有し、スイス連邦政府の監督下にある。最高意思決定機関は、 コフィアナン元国連事務総長やクリスティーヌ・ラガルド、IMF 戦ムルジ、ヨルダンのラニア・オーヒラ24名で構成されるファンデーション度である。ミッションは世界の現状の改善に向けて取り組むことである。2009年の5日間にわたる年次総会では91カ国2500名を超える参加者がダボスで一堂に会した。内訳として約75%が フォーラムの会員の中から選出された経営者であり、会員は世界各国各産業部門における一流企業戦車で構成される。2009年には世界のトップ企業から1170名以上の CEO や会長が参加した。その他に世界からの主な参加者として40名の国家原子クラス64名の国内大臣、国際機関の長を呼び、 交換30名、大使10名を含む219名の孔陣が挙げられる。また、市民社会からの参加者として、NGO 団体の代表者32名、メディアリーダー225名、学術機関やシンクタンクのリーダー149名、異なる信念を持つ15名の宗教指導者、労働組合組織のリーダー11名を含む432名を超えるメンバーが参加した。 世界経済フォーラムの運営資金は戦車社に上る会員企業により成り立っている。会員企業の多くは売上高が50億ドル超のグローバル企業であるが、売上高の規模については産業や地域によってなる。また、会員企業は各業界及び国の中で上位に位置しており、それぞれの業界や地域の将来を決定する上で主導的な役割を果たしている。現在、 各会員企業は、基本的な年会費として5万スイスフラン、ダボスで開催される、年次総会への CEO の参加を対象とした年次、総会参加費として2万5千スイスフランを納めている。インダストリーパートナーは25万スイスフラン、ストラテジックパートナーは50万スイスフランをそれぞれ、納め、フォーラムのイニシアティブで重要な役割を担っている。さらに、これらの企業は、 各産業及び国の中で上位に位置しており、一般に数百万ベイドルの売上高に基づく、金融機関の場合の基準は資産に基づく、フォーラムの選考委員会の審査によると、それぞれの産業や地域の将来を決定する上で、主導的な役割を果たしている。インダストリーパートナーは、建設、航空、技術、観光、食品、飲料、エンジニアリング、 金融サービスなど様々な産業を網羅しており、それぞれの産業界に最も影響を及ぼす世界的な台に目を配っている。世界経済フォーラムの最も重要な会合は、毎年1月末にダボスで開催される年次総会である。スイスアルプスのリゾート地で開催される年次総会には、フォーラムの会員企業戦車の CEO のほか、選出された政治家、 学会や NGO、宗教指導者、メディアの代表者が一堂に会する。年次総会へは招待者のみが参加できる。約2200名に上る参加者が5日間にわたるイベントに集い、公式プログラムの220余りのセッションに出席する。議論の焦点となるのは世界的な懸念事項、国際紛争、貧困、環境問題などにおける主要課題と、 可能な解決策である。オンライン、印刷媒体、ラジオ、テレビに所属する約500名のジャーナリストもこの年次総会に参加する。メディア関係者は公式プログラムの全セッションに参加でき、一部のセッションはウェブキャストでも公開される。ダボスの全体討議の模様はすべて YouTube でも閲覧できるほか、写真はフリッカーで無料提供され、 主な発言はツイッターで参照可能である。世界経済フォーラムは2007年、マイスプリースやフェイスブックといったソーシャルメディアプラットフォームにページを開設した。2009年度年次総会では、YouTube 上でのダボスディベイツ、ダボスディベートに一般市民が参加するように呼びかけ、ユーザーの一人が年次総会に出席することとなった。2008年に、 YouTube に開設されたダボスクエスチョンチャンネルでは、YouTube のユーザーとダボスに集結した世界のリーダーたちとの間で双方向のやり取りが行われ、リーダーたちに会場のコングレスセンターに設置された YouTube ビデオコーナーから回答するよう求めた。2008年の記者会見の模様は、クイックとモーゲラスを通じてライブストリーミングで紹介され、 誰でもスピーカーに質問することができた。2006年及び2007年には、ロイターのセカンドライフ内視局において、選出された参加者がインタビューされ、閉会式の模様が、ストリーミング中継された。2008年度年次総会には、約250名の公人、国家元首クラス、閣内大臣、大使、国際機関の長および高官が参加した。代表的な出席者は、 アブドゥライワットセネガル大統領、アブドゥラ・バダウィ・マレーシア首相、アルバロ・ウリベ・コロンビア大統領、アナス・フォーラス・スムセン・ナト事務総長、ハン・キブン国連事務総長、コンドリーザ、ナイス・ゼンベイ国務長官、ジュルチャーニ・フェレンツ・ハンガリー首相、フランス・ワ・フィオン・フッツ首相、クロリア・マカパガル・アロヨ・フィリピン大統領、ゴードン・ブラウニ・エイ首相、ハーミド・カルザイ・アフガニスタン大統領、 イルハム・アリエフ・アゼルバイジャン大統領、ヤン・ペーター・バルケネンデ・オランダ首相、リー・ボーリンジャー・コロンビア大学学長、リー・シェンロン・シンガポール首相、パルベーズ・ムシャラフ・パキスタン大統領、ラニア・ヨルダン王妃、ロバート・マクレガー、ルース・シモンズ・ブラウン大学学長、サラーム・ファイヤード・パレスチナ・自治政府首相、サリ・ベリシャ・アルバニア首相、セルジ・サルキシャン・アルメニア大統領、シモン・ペレス・イスラエル大統領、 ウマル・ヤラドゥア・ナイジェリア大統領、バルダス・アダムクス・リトアニア大統領、福田・康夫元内閣総理大臣、ビクトル・ユシチェンコ・クライナ大統領、総バイエン中国副首相である。アルゴア・元米副大統領、ビル、クリントン・元米大統領、ビル、ゲイツ・マイクロソフト会長、マイケル・ウォルフ・エンター・コム・コミュニケーションズ取締役、ロックグループ、U2 のボノ、小説家のパウロ・コエエリョ、 トニー・ブレア・エイマエ首相もダボース会議に毎年参加している。これまでの参加者には、アンゲラ・メルケル・独首相、ドミトリー・メドベージェフ前ロシア連邦大統領、ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官、ネルソン・マンデラ元南アフリカ共和国大統、レーモン・ガール元仏首相、ウラジーミル・プーチン・ロシア連邦大統領、ドリューギ・ルピン・ファウスト・ハーバード大学学長、 ラファエル・ライフ・マサチューセッツ・工科大学学長、クリストファー・エリアイス・グルーバー・プリンストン大学学長、ジョン・ヘネシー・スタンフォード大学学長、ピーター・サロベイ・イエール大学学長、スブラ・スレシュ・カーネギー・メロン大学学長、ゴ・シンシン東京大学学長、ムハマド・ユヌス、チェロ奏者のジュリー・アンドイド・ウェバー、ヤセル・アラファト・パレスチナ解放機構、PLO 議長、ジム・ヨン・キム世界銀行総裁、 ジェームズ・ダイモン、カルロス・ゴーン、安倍晋三内閣総理大臣、黒田春彦日本銀行総裁、黒川清山中真也、高島総一郎、田畑和森外交官、ジョセフ・スティグリッツ、ロバート・シラー、マット・デーモン、エマ・ワトソン、アンジェリーナ・ジョリー、渡辺健、ジェフ・ベゾス、ジョン・オキーフ、デイビッド・ロックフェラー・フランシス・コローマ・ホー,オーラナを、連ねる。米政治学者。 サミュエル・ハンティントンは、年次総会の参加者を、ダボス人、ダボスマンと称した。これは、自らを完全な国際人とみなしている世界の、エリート層を指している。世界経済フォーラムは2007年、中国で開催される、ニューワールドチャンピオンズ年次総会、アニュアルミーティング・オブ・ザ・ニューワールドチャンピオンズ、通称、サマーダボスを設立した。 このイベントはこれまでダイレント天津で開催されている。ニューワールドチャンピオンズ年次総会は世界経済フォーラムがグローバル成長企業と呼ぶ号を対象とした会議である。対象となるグローバル成長企業は主に中国、インド、ロシア、メキシコ、ブラジルをはじめとした急成長の新興国を拠点とするビジネスの成功者だが先進国の急成長企業も含まれる。 この会議は世界各地の次世代のグローバルリーダー、急成長を遂げている地域、競争力の高い都市、テクノロジーパイオニアとも共同している。毎年約10回開催されている地域会議は実業界のリーダー、地方政府のリーダー、NGO とが緊密に接触できる場となっている。地域会議はアフリカ、東、アジア、ラテンアメリカ、中東で開催される。 主催国の顔ぶれは年ごとに変わるが中国とインドでは過去10年間にわたって毎年会議が開催されてきた世界経済フォーラムは2005年グローバルレダース・オブ・トゥモロー次世代のグローバルリーダーの後継としてヤンググローバルリーダーズのコミュニティを立ち上げたこのコミュニティには多種多様な専門分野やセクターに携わる40歳以下のリーダーが 世界中から集まっている。ヤンググローバルリーダーズは2030年イニシアティブ、すなわち2030年に世界がどうあってほしいかというビジョンへの到達方法を定めた行動計画の策定に取り組んでいる。十年代ともに不動、年度別、肩書きは選出当時、新たなヤンググローバルリーダーズは毎年選出されており、ヤンググローバルリーダーズのフォーラムメンバーは10111名に、 達する見通しである。世界経済フォーラムでは2000年以降、ソーシャルアントレプレナー、シュワブ財団と共同で、世界有数の社会起業家によって編み出されたモデルを推進している。財団では、社会の進歩を促し、社会問題に対処するための用として、社会起業家に注目している。選ばれた社会起業家は、 フォーラムの地域会議と年次総会に招待され、経営幹部や政府交換に会う機会が与えられる。一例を挙げると、2003年度年次総会では、ジェル・ビリモリアが国際電気通信連合のロベルト・ブロイス事務次長と会見し、このことにより、ビリモリアが代表を務めるチャイルドヘルプライン、インターナショナルとの重要な協力体制の確立につながった。世界経済フォーラムは、 シンクタンクとしての役割も果たしており、フォーラムのコミュニティにとっての懸念事項や重要事項に焦点を当てた様々な報告書を発表している。中でも、フォーラムのストラテジックインサイトチームでは、競争力、グローバルリスク、シナリオシンキングの分野に関連した報告書の作成に注力している。競争力チームでは様々な経済報告書を毎年発表している。 括弧内の数字は初発行年国際競争力レポートグローバルコントティベネスレポート1979年では国や経済の競争力を則グローバルインフォメーションテクノロジーレポートグローバルインフォメーションテクノロジーレポート2001年では情報技術体制に基づいた競争力を評価グローバルジェンダーギャップレポート グローバルジェンダーギャップレポート2005年では男女間の不平等をテーマに重要な分野を検証グローバルリスク報告書グローバルリスクスレポート2006年では主なグローバルリスクを評価旅行観光競争力レポートトラベルツーリズムコントティベネスレポート2007年では旅行及び観光における競り力を測定グローバルイネーブリングトレードレポート グローバルイネイブリングトレードレポート2008年では国家間の貿易を促進する多くの手段について国別分析を提供しているグローバルリスクネットワークではグローバルな範囲にわたるとみなされるリスク複数産業に関わるリスク不透明なリスク100億米ドル以上の経済的な損害を引き起こす可能性のあるスク大きな人的被害をもたらす 可能性のあるリスク、軽減には多様なステークホルダーのアプローチが求められるリスクを評価する報告書を毎年発表している。シナリオプランニングチームでは様々な地域や産業に焦点を当てた課題ごとのシナリオ報告書を作成している。この報告書は読み手の仮説に疑問を投げかけ、重要な基礎的要因への認識を高め、将来に対する 新たな考え方のきっかけを与えることを意図している。最近発表された報告書には2008から2009年の世界、金融危機がもたらし得る単調期の影響を称した重要な報告書である、世界の金融システムの将来、短期的な見通しと長期的なシナリオ、The Future of the Global Financial System, タームアウトルックロング、タームシネリオス、 人口移動が年金及び医療の財政基盤に与える影響に関するシナリオを記した金融情勢の変化、年金と医療の2030年までのシナリオ、ペンシャ年度ヘルスケアシネリオス22030などがある。グローバルヘルスイニシアティブ、議員は2002年度年次総会にて、コフィアナン全国連事務総長が立ち上げた。議員の氏名は、HIV、AIDS、結核、 マラリアと戦い、また医療制度の改善に取り組むための官民パートナーシップに企業の参加を求めることである。2003年度年次総会で発足したグローバルエデュケーションイニシアティブ、ゲイでは国際的な IT 企業とヨルダン、エジプト、インドの政府が集結し、教室に新しいパソコンが用意され、E ラーニングによる訓練を受けた教師が増員された。これにより、 子供たちの人生に大きな影響を与えている。現在、拡張性があり、持続可能なゲーのモデルは、ルワンダなど、他の国々でも教育計画として採用されている。環境に関するイニシアティブは、気候変動と水の問題を対象としている。英国政府は、気候変動に関するグレンイーグルズ対話グレニゲルズダイアログに基づき、 2005年に A スコットランドのグレイイーグルズで開催された G8 サミットにて実業界との対話を促進して温室効果ガス削減への提言を取りまとめる要世界経済フォーラムに要請した。世界の CEO グループによって承認されたこの一連の提言は2008年7月に北海道東野湖で開催された G8 サミットに先立ちリーダーたちに示された。 ウォーターイニシアティブでは、アルコンインク、スイス開発協力庁、SDC、米国際開発庁、USAID インド、国際連合開発計画、UNDP インド、インド工業連盟、キー、ラジャスタン州政府、NEPAD、アフリカ開発のための新パートナーシップといった、様々なステークホルダーが集結し、南アフリカ及び、 インドの水管理における官民パートナーシップを推している。汚職の撲滅を目指す反汚職パートナーイニシアティブパチは2004年1月にダボスで開催された年次総会にてエンジニアリング、建設、エネルギー、金属、工業業界の CEO らが立ち上げた。パチは実際の経験やジレンマに陥る状況について意見交換する場となっている。 パチには約140社が参加している。テクノロジーパイオニアプログラムでは新技術の設計、開発に携わる企業を世界中から選考している。このアワードは毎年30から50社に授与されている。2008年現在391社がテクノロジーパイオニアに選ばれている。このアワードは2003年に初めて授与された。テクノロジーパイオニアは 世界の現状の改善を目指す世界経済フォーラムの取り組みと補調を合わせ未来に向けて取り組むべき問題点をグローバルアジェンダから選定するという目的のもに積極的で革新的かつ起業家的な方法で活動を行っているフォーラムの目標はテクノロジーパイオニアの経営幹部と科学者、学者、NGO、フォーラムの会員を及びパートナーを集結さることで 新たなワクチンの発見、経済成長の創出、グローバル通信の強化などに向けた技術の活用方法に新たな可能性を乱すことである。クラウス・シュワブは当時、経営学を専門とするジュネーブ大学教授であった1971年、西欧諸国の企業から444名の経営幹部を招いて初のヨーロッパ経営者シンポジウムを開催した。 会場はこのほど建設されたダボスのコングレスセンターである。シュアブは欧州委員会と欧州の産業連合の講演の元欧州企業への米国の経営観光の導入を目指した。シュアブはその後ジュネーブに本部を置く非営利組織としてヨーロッパ経営者フォーラムを設立し、毎年1月にダボスで開催される年次総会に欧州のビジネスリーダーを招いた。 シュアブは、あらゆる利害関係者を考慮に入れた、経営幹部を企業の成功のよりどころとした、ステークホルダーの経営アプローチを編み出した。この場合の利害関係者とは、株主や、顧客だけでなく、従業員、及び政府などの企業が拠点を置くコミュニティを指す。1973年に発生した、大事件、すなわち固定側せ相場制を軸としたブレトン2。 体制の崩壊及び中東戦争によって年次総会のテーマは経営から経済社会問題にまで広がり1974年1月のダボス会議には初めて政治指導者が招かれたヨーロッパ経営者フォーラムは1987年世界経済フォーラムと名称を変え国際紛争を解決する場を提供するなどそのビジョンの拡大に努めた政治指導者は 意見の相違を埋める中立的な場としてダボス会議を利用している。1988年にギリシャとトルコが採択したダボス宣言では戦争が間際で回避された。1992年度年次総会ではフレデリック・ウィレム・デ・クラーク南アフリカ共和国元大統領がネルソン・マンラ南アフリカ共和国大統領マンゴス・ツブ・テレジン型自由党議長と会見し、 南アフリカ以外の国で初めて顔を合わせることとなった。1994年度年次総会では、当時のイスラエル外務大臣シモン・ペレスト、ヤセル・アラファト・パレスチナ解放機構、PLO 議長がガザ・エリコ領地区に関する協定に合意した。2008年には、ビル・ゲイツ・マイクロソフト会長が創造的資本主義について、基調講演を行った。 創造的資本主義とは、市場の力を利用して、貧しい人々のニーズに対処し、利益の創造と世界の不平等の解決の両方に、作用するという資本主義の形態である。1990年代後半、主要国首脳会議、世界銀行、世界貿易機関、国際通貨基金とともに、資本主義とグローバリゼーションが貧困を拡大し環境を、 破壊していると主張する反グローバリゼーション活動から厳しい批判を受けた。メルボルンで開催された世界経済フォーラムでは1500人に及ぶデモ参加者が抗議行動を繰り広げ200名の代表者が会議会場への入場を妨げられた。ダボスで行われる年次総会の周辺ではデモ活動が繰り返し発生している。ボノ、U2 は 雪の中に集う金持ちたちと皮肉交じりに呼んだ。2003年1月の年次総会からは、オープンフォーラムザボス、スイスプロテスタント協会連合との共催が同時に開催されており、グローバル化について討議する場を一般の人々に提供していい。このオープンフォーラムは、毎年現地の高校を会場に著名な政治家やビジネスリーダーを招いて開催され、 一般の人々に無料で公開されている。年次総会は華やかさと陳腐さが入り混じったものとも称され、深刻な経済問題を遠ざけ、実質的な成果をほとんど生み出さないと批判されている。特に経済に関する専門知識をほとんど、または全く持ち合わせていない、非政府組織の参加が増えていることがやり玉に挙げられている。 ダボス会議は今や実業界や政界の重要人物と並んで、見識ある専門家と世界経済をテーマに議論するというよりは、メディアの関心を呼ぶ、昨今の政治的主張、世界の気候変動やアフリカのエイズダイなどに焦点を当てている。また、世界経済フォーラムが発表している統計やランキングはいくつかの任意的な統計を使用しており、 信頼性に問題があるとの批判がある。2000年1月には1000人を数える抗議者がダボスを更新し、その間、現地のマクドナルドの窓が割られた。ダボス会議の警備が強化され、デモ参加者がこのアルプスリゾートから遠ざけられた今は、デモは主にスイスのチューリッヒベルン、バーゼルで行われている。世界経済フォーラム、スイスの州、および 国内当局とで分担されている警備費用については、スイスの国内メディアでも幾度となく批判の的となっている。さらなる関与を深めているケネディスクールでの権限のあるメンバーは、その会議についての知的な議題を設定できる能力を有する、毎年の会議での出資に対する見返りを受けるものの、ウェフの略的なパートナーたちが重大な犯罪。 市民のまたは人間としての権利の違反、一定の話題における中立な招集者としてのフォーラムの正当性についての持ち上がる顕著な問題を断罪し続けてきた子を指摘する。ダボス人は支配的な金持ちのグローバルエリートを指す造語であって、彼らのメンバーは自らを完全な国際的なものとして見る。それはウォール街での有力な金融業者に当てはまる世界の 超 A マスター・オブ・ユニバースの用語に似ている。ダボス人は推察するに彼らの身元を個人の選択としてみて出自によるものとは見ない。ダボス人のごを最初に考えて信じている社会学者のサミュエル・ハンティントンによれば彼らは国家の忠義に対して必要を持たず国境をありがたく消えていれば良い障害物として見て、そして 国家の政府をそれの唯一の便利な機能は、エリートによるグローバルな操作を容易にする過去のものとして考える人々である。2004年の記事のデッドソルズ、ザ・デナショナリゼーション・オブ・ザ・アメリカル・エリートで、この国際的な視野は、少数のエリート主義者の立場であって、国民の国家主義者の数派には分かち合えないと、ハンティントンは主張する。ダボス人の超国家的なイデオロギーは、自由民主主義が、 歴史の終焉と最後の人間の完全な従属を提示することであるところのフランシス・福山の主張への重大な問題を提示することをノア示唆さした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。